どうも、あきです。サクセスやっていきます。今回も明鏡高校やっていきましょう。出来こんな感じです。はい、今回はですね、昨日に引き続きアヘ編サクセスをやっていきたいと思うんですが、はい、こちらの新キャラ伊能くんを使っていきたいと思います。この伊能がいわゆるタックが非常に高いテーブルで、そこに固有がつきましてタックが 110% で、練習効果アップと変化球ボーナスを持っていて、かつやる気効果アップまであるので、まあ、かなりタックが強くなるんじゃないかなと思います。はい、なので昨日みたいに大量にタックが来て、そこに伊能が絡んでくると、またまた経験点がすごい伸びると思われますので、まあその辺ですね、はい、を狙ってちょっとね、新キャラ初使用していきたいなと思います。で、今回はこのエレキテルですねを入れております。まあ前後を整えるっていうところと、まあ、折り辺をもらう、そして、敏捷ですね。敏捷はそんなに、まあちょっと入りやすくはありますけど、もうちょっとケアできるといいなと思ったんで、まあ何かしらイベントでくれるとというところで、エレキテル今回最適だったんでエレキテル連れてきております。いきましょう。で、最初はあれっすよね、評価が上がるやつとかあればいいんですけど、得意練習率アップはもったいないから使わない方がいいんですよね。今だってこのシラスかな。あー、でもこれ合わない。合うのはここなんだよな。でも葵ちゃんの得意練習率アップここで使っちゃうのもったいないな。今回青と赤なんで、まあ、紫と赤なんでここ非常に合うんですが、今使っちゃうのもったいないっていう気持ちもあります。ただこれで持ってきちゃって一気に評価上げるっていう作戦もあるんですよね。今回その作戦でいきます。なぜなら得意練習が働くやつってまだいっぱい来るんで、今後まずこれで一気に評価上げる。まあ昨日も実はそうやってたんですよね。それが後の、伸びしろにつながったというところもありますので、これで変化めっちゃ固まるんで、変化練習で、まあ、音符も回収できるし、評価も上げやすいしっていうね、コツもそこに集まりやすいしみたいな、ならないじゃんならないじゃんみたいな、ならないじゃん。まあ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 、狙いはそんな感じです。なぜなら得意練習はね、後からいっぱいまだまだ譜面もらえるし、星1なんで、これ逆に今じゃないんですよね。今じゃないでしょっていう、全然潰せなかったしかない。まあ本当に変化に集まりつつはある。ただこれは体力減らしたくないな。こっちにしよう。うん、いいっすね。本当に変化集まってるな。桃沢か。まあコツが潰れるとか考えるとそっちの方がいいか。まあ、初イベンまであったんでこれはこっちにします。よーし、これは最大値取ろう。で、なんと今回の新キャラ調子安定が確定で取れるんで、そこもかなりいいところですね。しかも回復もあるんで、そのイベント、まあ共通イベントなんですけど、悪くないなと思いますね。はい、バラバラだな。まあ序盤はとにかく評価上げです。もうで、このイベントも素晴らしい。玉持ちコツ1に臨床28か、素晴らしい。昨日玉持ち奪三振伸びが1つも来なかったんでまあ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 、そういう日もありますよね。はい、でこれさっき言ってたそのイベントですね。はい、なんと調子安定が取れますと。うん、まあ、やっぱ調子安定、最近はまあ結構取れるキャラも増えてきましたけど、やっぱデッキに1人はね、いればいいなと思うんで、そういう意味で、いやーてか伊能はこれ唯一残念なのが得意練習率アップを持ってないことですね。それさえ持ってくれていればっていうところではあったと思います。やっぱ星1だと効果弱いんだって。あんま来てないな得意練習。なんだ星1はあんまり気にせず使っていこう。よいしょ。で、重い球、まあいいでしょう。重い球ね、今回筋力入りにくいんで、アヘ編なんで、そこでもらえるっていうのは悪くない。で、譜面コンプリートしてこのままいくのか変えるのか。このままいこう。この効果を受けてる方が美味しいかなと思います。はい、
早くここまででもうタック1個済ましといて次の学部もらっときたいっていうのもあるし、まあいいか、そんなにここを合わせる必要はないか。通るかな、 20% 行きたいな。よし、 OK。 まあまあ評価上げてきたんじゃないでしょうか。よし、タモチナイス。SS1 投手に昨日球持ちつけてないんですよね。まあつけてないというかコツがなかったんで、そう効率も良くなくというところではあったんですけど、なので本当に今後まだ可能性があるなと、まあ、いうところっすよね。はい、一応こっちつけとくけど、割と変えるな。それは今回は赤と紫ですねの音符を拾っていくデッキになります。はい、まあいっとこうか。いや、この野球マンがくれる音符感めっちゃ強かったの昨日。これが野球マンのテーマが異常に強いんで、これ活かしていきたいですね。はい、マジで野球マンは強いっす。で、これはと誰がいいんだこれ。伊能がデッキにいれば火消し骨を伊能を選ぶともらえるみたいなんで伊能にしましょう。まあこれデッキに入れてるキャラクターがいいかなっていう感じではありますね、おそらく。これ早速野球マンに変えるとどうなるんだ。ただな、ここはさすがにもうちょっと評価上がってから行きたいな。ルシファーとか上がってないしな、まだ小沢も。野球マンはまだ使いたくないな正直。ポカフェス潰します。キーも潰します。緩急はもう一回もらおう。野球マンのあの音符は大切にしたい。学部か、あれは評価上がりきってから使おう、マジで。で、まあ次でまた楽譜増えるし、そこで考えよう。ちょっとタックきてないですね。1000点は超えときたいっていう、1000点でも低いかなと思うレベルです。もはや。昨日は本当に序盤からもう完璧なハマり方でしたね。もうあれはもう本当にもう、よく2回目であれができたなって、いう感じのサクセスになってました。はい。で、これが金得イベントですと。で、この子、まあ残念なのが、まあ得意練習率アップを持っていないのと、もう一つ金得がね、確定ではない。まあ結局そこってね、あれですよね。かなり残念になっちゃう。まあ得意練習率アップはまあさておきとしても、確定じゃないんですよね、金得が。これは合わなさすぎる、変える。これかな。お、しかも伸び骨いいぞ。これで伸び骨回収できればいいけどな。伸び骨回収したいな、これで。一応ルシファーいますけど、それだけか。今回はさすがにルシファーだけから伸び骨もらうのは無理な話だと思うんで。おーおー、早いな。コントロール依存と技術あるか。ちょっとありったけの技術で今回豚骨もありませんし、コントロール1回上げちゃいます。初使用回に金得失敗されちゃうとちょっとイメージ悪くなるんでね。はい、うわ、行きたい。57攻めるか。お、取った。すげえ、強運かよ強運。あと昨日コメント欄に犬川がアヘヘンに会うっていうコメントもらってたんで、ちょっと試してみたいですね、また後日。はい、ナイス、チュンチュン。危な、これさっきの体力だった、絶対ミスってたな。とりあえずコントロール C。
これどっちが結局いいかを。いや多分音符だな。伸びだったら特に音符だな。でエレクテルもね割と失敗しがちなんでちょっと怖いっすね。エレクテルは僕全然成功率高い気がしないんで。まあでもこいつここで要所コツもくれるし、ほんと有能なのは有能なんですよね。もうちょっとテーブル的にタックが強ければさらに良かったんですけど。あーやばい、これ彼女なしの辛さ。であれっすね、この高校のキャラクターは評価が上がる前から2個出してくれるとか、まあまあそういうちょっとした美味しいところももちろんありますよね。よし OK ナイス。これど根性は本当に精神が辛くなるからな。早い。あこれ成功でしょ多分。 OK ナイス。あでこれでもう楽譜あれだ、じゃあみんな評価上がってるんでそこは安心して良さそう。葵ちゃん使っていきますね。ちょっとチュンチュンで治ったら100点ではあるんですが、チュンチュンで治ったら100点ではあるんですが、あんま無理する必要はないと思うんで。あと2ターンか。うわー、クソ伸び、やっぱ辛いな。ゆっくりやってると無理だなこれ。やっぱ厳しいな。そうかそうか、あれ星3だったか。星3だと本当に猶予がないんですよね。星2だとまだ猶予があるけど、これはある、書いてある、ここに書いてないな。あ星2か、星2か、全然猶予がなかった。まあ今回に合うやつではなかったっていうところですね。というところでもうここは通院で、こっから次からが勝負。マジか。マジか。でまあもち、あこれって違うんかい、治らないんかい。おーしナイスナイス。でこっから葵ちゃんでいく、攻めていく。オッケー。いやーそうっすね、もう不眠症あんま気にしないでいかないといけないレベルかもしんない。これあんまりそこに気をとらわれるのよくないぞ。とにかく鬼タックしよう、このセクションというかここからは。いややっぱ得意練習率アップすごいっすね。怪物だ本当に。葵ちゃんいいわ、野球マンの葵ちゃんマジでおすすめです。これこれ結構成功した時の経験点は高いんですけど、今そんな話じゃないですもんね。よっぽどダックの方が経験点良くなるはずなんで。ただまあ野球マンのテーマのもう楽譜は無視しまくってますけど、これでいいです、これでいいです。はい、やばいよ。そして結構走りが速いよ。あー不眠症ほんとやばいな。本当なしなんで余計体力が辛いのにここで持ってかれるのやばい。うわおすげえ。あてか伊能がいるからめちゃめちゃ経験点がすごい。しかも綺麗に使い切らないともったいないよ。3方向目取るっていうのも選択肢としてありですからね。342、まあ、まあまあこれ綺麗に使い切れるんじゃないか。よしよし、あスローボールではないか。まあこれでいっか。
ちょうど良いだろう。はい。縛りが重いんですよね。なんか金縛りはもっと重くなるけど、まあいいか。4択きたね。この葵ちゃんのやつやばいな、ほんと。おい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 、それこっち作れないと意味がないんだよ、もう。これだから何回やってもある程度経験点は一定出るわ。別にあ、ほら5000点出てるもん。昨日がとりわけ本当にやばかったんじゃないかもしれない。そういう高校なんだ。昨日がめちゃめちゃ運いいのかなと思ったんですけど、これなぁ、ほんと不眠症直さないといけない。楽譜が集められないけどな、そしたら。いやぁ、不眠症なんで一発で直んないんだろうな。まあ、しゃあないか。嘘だろ、もうどんだけ。フルコンボやん、フルコンボやん。監督色、よし、直しに行くぞ監督。フルコンボですやん。直してね監督、そこんな直して。よし、オッケーオッケーオッケー。ただ監督評価落ちるんで、だったらもうちょっと能力上げといてよ。もうなんだよこれ、いろいろ。もう能力持ち上げといて。まあでも急速ぐらいか、上げてくれたのは。くぅ、野良天才学生か。天才覚醒きたか。まあこれで不眠症サボり癖の分がこうあれされたかなっていう、中和されたかなっていう感じです。まあ最後そこ行きましょうか。いや、こっちの方が美味しいか、経験点的に考えて。コツもあるし、はい。まあまあでも本当に葵ちゃんの意味ありましたね。とにかく得意練習のやつが非常に大切になってくるかなと思います。アンドロメダのやつある。ここは？ああ赤いいね。得意練習がなるべく左にあるやつがいいと。ほら得意練習やっぱいっぱい持ってるんで、あの葵ちゃんのやつやっぱ早速使っといて、正解だったな。あれ友沢かな、これは。こっちでも悪くないですけど、いや友沢だな。いや、そのもう今回ちょっとイベント負けまくり。よし、オッケーオッケー。まあ今回さすがに変化をめっちゃ上げてたんで成功するかなと思います。で、前後は一応アキーベスそれなりにあるらしいんで、まあ僕は今のところ全部完走してますが、たまになんかイベントが完走しないっていう人がいるんですけど、そんなこと多分ないと思うんですけどね。あのイベント数アキ的には、はい、38ずつアキあったのかな。まあそんな多くはない方なんですけど、そんな少なくもない方っていう、普通ぐらいじゃないかなって思う数字だったんですよね、僕は見たときは。ちょっと回復します。印象は良さそうだな。揃えていくか。100円もいい気もしたけどな。さあこれはどっちだ。野球の結果で恩返しか、吹奏楽の応援歌を送ろう。体力上だと減っちゃうのか、それは嫌だな。楽譜もあるしな、欲しいのは。
頼む、得意練習来てね。なんかこういう時に休むだろうな、おそらく。まあでも今回はちょっと得意練習率アップで言うと昨日よりは値が低いんで、もともとっていうのはありますね。はい、昨日の方が得意練習率アップの値がかなり高いんで、しかもまあタックも、あーまあ今回伊能は強いですけど、それ以外はね昨日の方が強いかなっていう。伊能がだから絡んだ4タックはまあマックスいってましたね今回。よし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 、素晴らしいぞ。とりあえずいろいろと取っていって様子を伺うしかないな。まあ結局伸びこないな今回も。そもそも蹴合ってないまであるな、この時だと。ちょっとやる気が一個落ちてたらもったいないな。今のもとんでもなく跳ね上がりますね、多分やる気があれば。あと2ターン、ここは休んどいて次にかけるか。あ、くそ、やる気落とされた。ここの鬼タックにかけようとしたのに。あー、もったいない、本当にやる気が。いや、みんなやる気持ってるじゃんそれ。くそ、もったいない。いや、でも経験点出てますよ絶対。セクさん終わりで、おお、7300。昨日8000いくら出てたんですけど、まあまあまあ、あれはハマってたんだ本当に。そことはまあ比べるのもおかしな話なんで、単独で見たとしてもよ、すごいですね。はい、でまた得意練習あるやつがいい。でも星1は多分あんまだから、多分揃いやすいやつがいいんだよな。もう金徳はなんで、僕は今のところまあさらに金徳まで終えるとね100点にはなってくるんですけど、今のところあんま考えてないっていうのは正直な話です。はい、変化レベル3、変化レベル3、どっちがいいんだこれ。こっちは対左か、ジャイロ左じゃないかな欲しいのは。あと星3か。え、これって言うと実際どっちが強いんだ、効果、こう難易度3のこれって。ど根性はいらない。あ、そこは分かんない、攻略サイトに書いてあるかなそれ。ちょ、やる気どうにかしたい、葵ちゃんのイベント。これこれはあれっすね、これ取れるな両方。行きましょう。いやー、いいぞいいぞ、すごいすごい、すごい、やっぱいいわこの高校。そもそももうよくわかんないのが、あ、今回はセクさん7000点しか出てないかって、もうその考え頭おかしいですよね今回。あ、セクさん7000点しか出てないわって、どんな反応してんだっていう。こいつパワープロお前やったことあんのかっていう、本当に1週間前だったら言われてますよ、驚けよっていう。あー、やばい、やる気落ちてん、ほんとあれっすね、やる気落とされるサボり癖不眠症、まあ、これだけ不運なことが続いてもこれくらい出てるんで、うん、まあ、安定して本当にこれくらいは出せるのかなと、あへへになったらいうところですね。はい、犬かはいいっていうのは 何がいいんだろう。譜面かな、使ってみようとりあえず。また彼女なしの方がいいのかな。でも結構休むは使ってるんで、
今回の彼女なんかは体力ない時は体力回復してくれるし、ある時は体力じゃなくて経験点になるし、まあやる気も同じくみたいな感じなので、すごいいいと思うんですよ。使ってみたいな今回の彼女も。次は今回の彼女を使おうかな。で変化後彼女1みたいなのもちょっとやってみたいなと思ってます。はい、実際何が正解かもう全く分かんないし、未だに今はね。ただ間違いなく言えるのは彼女の足もありではある。コントロール依存なのに。これどっかでやっぱやる気回復しといた方が良かったか。かなりもったいないな、じゃないと。はい、でもどこでもやるところがなかったっていう話ですよね。逆にそれくらいやることがたくさんこの高校にはありますよと。よっしゃ、これやる気確か上がるんだよね、土管で。しかもバント不二子とかなんか来るはずで。オッケー、まあ、自然に上がるのを待つからやるけど、どうだ、休んでおこう。うん、それくらい微妙な時に休むのももったいないんで、やっぱ今回の新彼女が一番この高校の彼女には合うと思う。もうほんとそのために作られてると言っても過言ではないでしょう、おそらく。はい、もうちょいタックしたいかな。悪くはないけど、でも今回は結構筋力、昨日よりおそらく入ってきてるんじゃないですかね。筋力は、筋力自体は、経験点は昨日の方がいいですけど。いや、あの動画マジで皆さん見てください。あれが本気でハマった時ですね。はい、いやー、ハーモニカは攻めた結果になる。ただ野球マンのあれくれる可能性あるらしいです。買ったら、あ、やばい、買った。これ買って野球マンのテーマくれるんで、あの一番合うやつ今すぐに変えてもいい。もうあと10ターン、これ残り3ターン。変えようか、今すぐ変えよう。もうこれ皆さん覚えた方がいいです。今のでハーモニカ選んで確率はちょうど半分みたいなんですけど、勝てば野球マンの譜面またくれるんで絶対覚えた方がいいです。今のガツマシン、休むっていう選択肢ありだと思う。ダブルぐらいだったら、ダブルぐらいだったらっていうのももう変な話なんですけど。うわー、くそ、これはもう外したな完全に。そう、さっき練習からの今休むの方が良かったんで、まあそれはサクセスですから、そういうことも起こる。でまあシラスはサクッと、以降はピンちゃん、決勝でまたサクッとっていうのがおそらく一番良さそうですね。はい、でこれどう考えても精神が足らないんでムービングファーストを取ろう。よし、行きます。お待たせいたしました。9番、とりあえず投手は全員作り変えれるなと僕は思いました、昨日やって。はい、この高校で今まで、いや暁強化でさ、すごい打倒できねえ、イライラするって言ってたの何だったんだっていう。いやでも難しさで言えば分かんないですけどね、どっちが難しいかって言われたら。
金徳もね、僕は今は捨ててる段階ですし、まあ、それでも金徳捨てても金徳を取るより強い選手ができればいいだけの話ではあるとは思うんですけど、昨日センスもあったんで、あれはもうセンス&大丈夫まで来ましたからね。昨日は何が起こったのかと思うぐらいの出来事でした。はい、行こうか。尻上がりか脱三振、よーし、ナイス。これがメンタルだったらいい。 OKOK、 ちょっとあんまり恩恵を受けられてないような気もするけど、まあいっか。よくはないけど、もうちょっと来てほしいな、アウちゃん。ちゃんで、だもう1点差あれや、とりあえず最終回打ちゃいいだけの話なんでいいかなと最近思います。あんまり点取らないでいいや。いきましょう。金徳先に取った方がいい。あれ超重たいんで。名強先制のピンチを迎えました。取れるかどうか分かんないです、ね。ランナー一塁三塁という場面で根岸。最後エピローグがないんで。投球これから2球目。で僕が今やってるアヘ編だと試合経験点のやつが出てこなくて。まあ一つ試合経験点ここではめ込むっていうのはね、ありだと思う、ありだと思うというか成功法だと思うんですけど、たまたま僕が使ってるキャラたちはそれを持ってないんですよね。小西は。メイキョウ先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で木場第2球打った、ファール。投球はこれから3球、145キロ直球、空振り三振。本当昨日の動画見てない人はぜひともあれも見てください。あれがメイキョウ、あれが本当にアヘ編の最高峰だと思います。この高校の最高峰というか、まあ、一番ハマってほしい形だと思いますね。名強先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で板垣、第2球打ちました、ファールボール。まあでもなんだろう、あれが本当にただの奇跡だったっていうわけじゃないっていうのは今回のサクセスで証明できたかなと思います。はい、さすがに初見はね、言っても積算5000点とかだったり1000点まで上がるかというふうに思った方もいらっしゃると思うんですけど、まあ大変だったらというか一個に固めれば、なんでこれ僕はまだ試されてないですけど、全然アヘ球速とかもあると思います本当に。まあでも球速って結局こんなにポイント稼いでも160以上上げても仕方ないっていうところがあるんでダメか。でも160以上で変化66とかも絶対できると思います、うまくやれば。まあ、170変化66とか170キロチャレンジが一瞬なんじゃないかなって。ちょっと待って、何をこんないい試合してんの、1点も取ってない、何で1点も取ってないのかな。よかった、ピッチャーにしといて。あの1回チャンスの場面しかなかったんだ、チャンス。投げました。見逃し三振。待って、あと10分しかこのスタジオ使えないんだよ。やばいよ。このスタジオあと10分しか使えないんだよ。試合を長々とやってる時間もないんだよ。本当に2日間いたから家で動画撮れなかったんだよ。別に問題ないですけど、ね、いつも機材を持ってきてるんでプレステ以外は持ち運びができるんで、ね。投球これから2球目決まってストライク。ただね、練習がね、この MacBook 押せ、いつも iMac のフルスペック使ってるんで MacBook で編集するとマジで編集遅いなと思う。名強この回は10打席から始まります。はい、先頭バッターは矢部。名強ここはなんとかルーニーで、やばい、オッケーオッケー。ヒット打ったバッター一気に2塁へ向かう。矢部ツーベースヒットを放ちました。よし、こいつパワーヒー打ってるでしょ。パワーヒー打球伸びだから投げた。これで確実に終わりだ。バッターよく見ました。第2球投げた、見送ってボール。ここはよく選びました。カウンター2ボール、打ちました、ツーベース行った、サヨナラ、入った、メイト。
いやー、やっぱ葵ちゃんすごいわ。葵ちゃんの譜面、野球マンの譜面すごい。野球マンは絶対あへへに入れた方がいい。とにかくこいつだけは絶対入れた方がいい。あへへするとき葵ちゃんでも一緒なのかな。野球マンだから違うのかな。どうしよう。まあ行きましょうか。投手もう一回もらっといてもいいし。まあ行くか。これは行こう。やっぱピーちゃんの方が良さそうですね。さっきの試合を見ても打線が全然良くない。すごいなこれ。その金縛りだけ取りたいよ。はい、行きましょう。まあ今回天才が途中で来たっていうセンサーついてないですけど、野良天才ここで引くかっていうね。またいやーでも本当にさすがに不眠症とサボり癖のダブルパンチは絶対普段だったらやめるんですけどね。そもそもそうそうじゃないですか。そもそも僕の動画で不眠症とサボり癖になったサクセス動画なんて見た覚えが皆さんないと思うんですけど、まあもちろんこうやってたまには引くことがあるわけで、もうやめます、その瞬間に僕そんなの来たら。でも今回はそれが来てかつやる気が落とされててタッグがあんま伸びなかったっていうのがあっても、これは続けないとっていう天才を引いた引かないじゃなくて経験点的にそれだけの凄さがある。それにも勝る凄さがあるっていうところですよね。サブリグ戦不眠症にも負けず、雨にも負けず、風にも負けずやっていきましょう。取れるときに取ってきましょう。こいつパワー S なんだけどホームラン打てるから。あーっと、まあ、なんか騾されたな今の。弾道1だな、多分あんま上がんなかったな。1対0バッターは7番宮川、投げました、ボール。第2球投げました、直球ストライク低め。おー、1点だけ取っていいですか。第3球を投げました、ライトへ行った。よし、これでもういいや。でもホームラン打って終わるのが早いんだよな、言われ方として。ゲッツゲッツ、これは当たってくれません、ストライク。投球これから2球目。やばいよ、あと8分だよこのスタジオ使えるの。ちょちょちょ、スリーアウト。これめんどくさい。それはランナーは2塁3塁変わりません。取った、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。ゼフ長か。まあまあこのキャラクターがゼフ長とかっていうのも意外な理由にあると思うんですけどね。アウト、スリーアウト、チェンジ。よし、もういいよもういいよ。2アウトランナー2塁という場面で、やっぱ騎馬はすごいのかな。今回はまだあの試合よりは来るな。騎馬がすごいのかな、やっぱり。騎馬すごい説はあるな。矢部君が4番なのこのチーム。違うか、2アウトだから違うか、おそらく。あ、そうか、友沢もいるし、それは違う。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で土屋、今日は三振とセンターフライ。まあ今回の見どころは本当にあの4タックでしたね。まあ指導が絡んでてめっちゃ経験点伸びてるよっていう。ん、指導、指導、指導か、やばい、指導で合ってるよ、指導じゃないか今回の。やばい、今回の変化キャラの名前が忘れた。指導で合ってた。そもそもうわー、不運。伊能だ、伊能。やばい、途中から指導って言ってたかもしれない。伊能ですね。ノータックは強いっす、マジで。で、まあ、今回は金徳も成功してくれたんでよかったなと。金徳確定じゃないっていうのはマジで痛いですね。天才界、まあ、今回もいわば天才界ではあるんですけど、まあ、そもそもまだ立ち回り勉強中なんで、まだ全然伸ばせるはず。現場だって僕しらすの始まって3日目の動画、2日目3日目の動画見返してみたんですけど、全然立ち回りが甘いというか、まあ、本来やるべき立ち回りじゃなかったんですよ、これ。まあ、それは当たり前ですけど、それを過去の自分が下手くそだなとか思うんじゃなくて、あ、すごい探ってたんだなと思ったんですけど、だからこれやばくねってやばくね、まだ伸ばせるやん話。はい、でも本当に今回で証明されたのは、昨日鬼タックが来たのはあれは奇跡じゃなかった。奇跡じゃなく、まあ、必然のタックだった。ただ指導が得意練習率アップ持ってないんで、実際軌道の方がタックはいっぱい来てますね。第2球
得意練習率アップをさらに増やせるっていう感じなんで、もともとパーセンテージが高いに越したことはないというか、高きりゃ高いほど絶対いいと思います。ただまあ個々の性能はね、問題もあったりするんで、キャラクター選定は慎重にいきましょう。やばい、あと5分。まあ得意練習があるやつにしよっか。とりあえず得意練習があるやつ、まあ左側にあると、まあ、これにしよう。最後わかりました。遊んでサクッといきます。ここじゃ、次微妙だな、練習できるかどうか。時間にも追われてるんで、ちょっとサクッとできます。うわー、これなんで取れないの。あ、ビンショ、うわー、うわー、もうビンショ確認しなかった、最悪だ。いや、35もいるんですね。ミスった。なんで牽制取っちゃったんだ。まあ、ほんとこれも練習段階ってやつ。焦ったらもう本当にいろいろと良くない。焦るな。うわー、確認してなかった。バカだ。直球ストライク。第3球をムービングファースト空振り。35もいるのか。じゃあ本当にエレキテルかなんかと一緒に使わないとちょっと厳しいですね。何かしらビンチをくれるキャラクターと使わないと。あ、でもいけるか。この高校だったらいけそうな気がします。普通にやってればそれくらいたまりそう。今日のクリアしてそれの分ぐらいで。第2球インコース低めストライク。小西まずは簡単に追い込んでいます。ストライク、見逃し三振。小西ナイスピッチング。第9球外角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。投げました。ストレート見送ってストライク。簡単に2ストライク追い込んだ。空振り三振。大平、あ、ミスったな。最後最後にそんなミスを気づいてしまった。投げました、打ちました。でもまだ本当に練習段階だからこれは。救済は行きましたけどセンス丸ついてないんで、経験点出てれば絶対センス丸の方が良くなるんで、これはあんまり落ち込む感じではない。正直個人的に明鏡追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮田、ここまで2打席連続三振。まあでも次練習が良ければ全然あるぞ。守備練が効果アップすればあるんで、ちょっと頼む。よし。でも危ない、遊んでこれなんで本当は危ないですね。やっぱピンちゃんの高校だ基本は。うわー、ほんと5か。え、なんかなんないかな。なんかどうやったらできるんだそれって。どうやったらできるんだこれ。練習効果か。これで練習効果を取ればいいのか。これで頼むわ。守備。よっしゃー、足りた。奇跡。奇跡足りた。危ねえ。はい、ということで、今回のキャラクター。てか、これがそもそも新金徳だから僕が把握してなかったんですね。初仕様で。そもそもそこだ。こいつ強いけど、確かにタックは。金徳は、だからこの取りにくい金徳っていう、敏捷が35もかかるよっていう。でもまあ、この高校は敏捷入りやすいよっていうのはあります。はい、うわー、けどこれちょっと精神足んないな。あー、これ結局ど根性取れない。結局そうだ、ど根性が結局取れない。精神が足りない編成だったデッキを作ってみて思うのは。はい、まあコントロール上げてなかったらもちろんその分精神は入ってますけど、そしたら技術がダダ余りするだけなんで。ってなると友沢を抜けるかっていうところですね。初めて使ってみたデッキで。あ、でもよかった、ボンミスで取れないわけじゃないから、これは結果だからよかった。だったらもうこれ以上技術いらないんで、友沢を抜けてあげて、まあしかもそしたら一応ど根性、まあ筋力でくればそっち奇跡的に取れるのであれば狙ってあげてもいいので、それ狙いつつ、はい、やれればいいかなというところですね。はい、というわけでやばい、あと1分なんで、僕はちょっとこの動画試合やりながら締めにかかります。まあということで、まあとにかく今回の動画でお伝えしたかったのは、まあまず新キャラの性能としてはマジでテーブルが強いです。
ですと、タックが特に、まあ、ただ得意練習率アップは持ってないんで考えどころはあるんですが、タック絡んだ時は経験点すごい伸びますよと。そしてやはりアヘ編はこの譜面で得意練習率アップがあるものをどんどん選んでいけば鬼タックが来ます。なんで経験点は本当に夢ではなく、あれくらい伸ばせるよと、昨日の動画ぐらいっていうのは改めて証明できたかなと思います。はい、まあなんであとは本当にデッキ編成ですね、そこだけはちょっと今後しっかりと考えていきたいなというところで、はい、まあ友沢は今回はちょっと、まあ友沢、まあ友沢はちょっと合わなかったですね、正直。まあただ今回ちょっと後イベの方がキャラクター少なくて、前イベばっかり選びたいのがいて、ちょっとあとは友沢は選ばないといけなかったんで、まあ本当にいろいろとまた編成を考えていきたいと思います。はい、いろいろとね、アヘ編も変化6も変化5もやっていければいいなというところですね。はい、で経験点が1万1000なんとかなんとかぐらい。はい、まあでも出てますよ。はい、出てます、基本的に経験点は出てますね。変化がうわー微妙な数字だったんだな、あと70ぐらいあればもう1個上げれたのに、ほんと中途半端な数字になっちゃった。まあでもやっぱりなんだかんだ150はプラスアルファの経験点で届いているというところですね。はい、 OK、 これはちょっと更新できてない。うん、これはちょっとあれでしたね。はい、まあでも本当にちょっといろいろとまた編成は考えていきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ということで、まあ、新キャラ使うときはちょっと敏捷だけは気をつけた方がいいかなと思います。はい、あとはもう本当にこの高校ですね、今後も磨いていきたいなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。